なんであんたが全体の代表みたいな顔してんの。取り逃したあの男の行方も気になる。そうやって全員に謝ってるの？少しは曲げられるようになったな。まあ、もともとあんたが悪いんだから。なんだ。お前はあいつの息子であり。おい。ちゃんと集合時間守りなさいよ。パパの隣のメガネの女。なんでそんなに冷静なの？個人的な感情は任務遂行の妨げにしかならない。忍びを目指すなら覚えておけ。この人は本当はママのことどう思ってるの？お前はあいつの息子であり、俺の一番弟子だろ。取り逃したあの男の行方も気になる。ちょうどいい。奴のところに案内しろ。取り逃したあの男の行方も気になる。額当ても取り上げら、今や忍びです。何か企んでいるなら、今のうちに全て吐け。少しは曲げられるようになったな。次はあれだ。行かねえんだってばよ。俺ら忍者ってのはな。お前はあいつの息子であり、俺の一番弟子だろ。ほれ、これでも食わんか。少しは曲げられるようになったな。次はあれだ。この巻物は解毒に回す。まずはお前の実力を測る。あの時のあれが全力だというのか。だからだ。あいつらこれでおしまいなんてことはねえんだろうな。取り逃したあの男の行方も気になる。いや、別物ってよりただの化け物ってとこだな。努力が弱ったのを見逃さなかったな。8割が充電もできねえような場所での活動だ。無理やな。ナルト、久しぶりに暴れるのか。